元気ですよ。元気っていうかね、ちょっとずっと踊ってたからね、今ちょっとぼーっとしてる。ペンペンさんありがとうございます。ね、写真がね、写真じゃない、配信を11時半までにしたいと思います。そう、みずきもね、なんとか生きてた。フライパンさんありがとうございます。なんかね、もう疲れすぎてね、眠気を通り越してる。赤シャツさんありがとうございます。リップ塗ってますよ。そう、ハミジョがね、そう、昨日テレビで放送されてたらしいんですけど、タナビは見れてない。だからどうなってるのかも全然わかんない。うん。そう、リハーサルの時はね、メイクしないとね、気合入んないし、なんかね、スピンで鏡に映ってる自分がすごいね、なんか見てると悲しくなるからメイクしてる。エイコロンさんありがとうございます。みーちゃん元気ですよ。フライパンさんありがとうございます。くのしゅうさんありがとうございます。今日は満月が話題みたいですね。そうね、話題みたいだけどね、田辺は満月を見てない。あ、土曜日の夜公演、 S 公演かな、お待ちしてますね。とっちゃんさんありがとうございます。そう、お、明日公演来る方はいますか。明日はね、いい公演のアンダーに出させていただきます。こんばん、みっちゃんこんばんは。久しくみっちゃんのパフォーマンス見えてない、見に来てください、待ってます。ふっくんさんありがとうございます。あ、明日行きます。おーおー、ね、そう、握手が、そうですよね、フラストレーションの握手が終わっちゃったから、あとああいう AKB の握手しかない。まつげはね、さっきあげたばっかり。あー、そう、この間はスクランブルだったんです。楽しかった。緊張、めちゃくちゃ緊張したけど。足軽ヒーローさんありがとうございます。ナナーチさんありがとうございます。みっちゃんのことが好きな知り合いが明日行きます。お、お待ちしてます。誰だ、みっちゃんのダンスはしなやかです。ゲインはあんまりないタイプのパフォーマンス大好きなんだな。もうあんまりいないタイプですかね。吉原さんありがとうございます。あ、そう、この間ララさんの衣装わかんないんですよ。この間田辺スクランブルだったじゃないですか。先輩いつも誰だろう、この日、今日の衣装はどの先輩のやつなんだろうと思っていつも見てるんですけど、この間は本当に時間がなくて見てないんですよ。ララさんのだったのかな。そう、そうそう、なんかね、ネガイさんが着てる衣装、ネガイさんの衣装を着ました。田辺は赤シャツさんありがとうございます。ペンペンさんありがとうございます。そう、この間はね、ネガイさんがね着てた衣装だった。水木
ダラさんの衣装なのかな、あれって。みっちゃん踊ってる時が一番好き、嬉しい、それは。今月たくさん見てないで嬉しいですよね。ゆみさん会いに来ましたよね。わかれてますよ。とっちゃんさん、ありがとうございます。水色じゃない、みずきは緑だった。恋のお名はガララさんのか。うんね、本当に時間がなくて、時間がなくてっていうか、衣装を確認、全然なんだろう、確認って、確認はしましたけど、なんて言うんだろう、その誰の衣装だったかみたいな、そういう時間をがなかったので、全然衣装を確認してない。いつも見てるんですよ、今日の衣装は誰だろうみたいな。そうだね、この間見るの忘れちゃったな。確かに気になる。今度黄色サーモン振るね。あ、嬉しいです。あ、そう、次のシングルね、髪振るね、2曲目。そう、見た。スクランブルになった時焦った。びっくりはしたけど、この間ね、なんかね、あれだった。びっくりはしたけど、ちょうど練習してたので、その前に、だから、おうおうおうみたいな。ナイスタイミングみたいな。でもね、なんかね、すごい変なところでミスしちゃったから、ちょっと気をつけたいな。そう、先輩たちがね、すごい優しくってですね、そうそうそう、なんかああいう公演の曲の時もね、目合わせてくれたりとか、うん、田辺が緊張してたら大丈夫だよって声かけてくれたりとか、本当に優しいなって思いました。今日はちょっとね、汗かいたからね、髪がボサボサ。くのしゅうさん、ありがとうございます。あのね、なんだっけ、君が思っているよりの時ね、谷さんがずっとね、みっちゃんみっちゃんってずっと呼んでた。可愛かった。さいさん、ありがとうございます。前髪決まってる。そう、ちょっとね、巻いたんです、巻いて溶かした。今日はなんやなんや聞いてきました。お、青春ガールズ公演ですか。うん、みっさん、こんばんは。こんばんは、じゅんさん、ありがとうございます。そう、今日ね、踊ったらなんかね、すっごい汗かいて、なんだろう、わかんないけど、めちゃくちゃ汗かいた。あ、菅さんとは普通に、あ、そっか、今日リハだったからちょっと話できましたよ。うん、谷さんは面白いです、とても面白いです。ジェンカッコさん、ありがとうございます。そうそう、あ、佐藤マー君さん、ありがとうございます。みっちゃん、こんばんは、とても久しぶりに見に来ても見ました、ありがとうございます。おしりんとのラジオはどうだった。楽しかったですよ。でもタラデンの人見知りが出てしまった。早くはみっちゃん不足で、それはね、みずきに会いに来るべき。たかしさん、ありがとうございます。あー、なんか間違い、大丈夫だった。
そう、最近ちょっといろんなレッスンが入ってますね。あ、明日いい公園行きます。お、あらまあ明日いい公園来てくださる方、よかったら黄色3本打ってくださいね。サイリウム、そう、水木はね、風邪ひかないようにね、あれを飲んでる最近。え、なんか飲んでる、ひかないようにっていう目的もあるけど、普通になんか美味しくって R1 飲んでる。あ、み、あの、みっちゃんが乗ってるのはブブカです。ブブカさんの雑誌。磨いて、いや、 R1 聞くかどうかわかんないです。まだ飲んで 2,3 日しか経ってない。そう、なんか絶対風邪ひけないなと思って、体調だけは本当に気をつけなきゃいけないなと思って飲んでます。てか普通に美味しいから飲んでるみたいな。リンゴ酢はね、たまに飲んでる。2日か3日に1回くらい。今日のアイス報告。アイスなんか、あー、アイスなんだっけ、何を食べたっけ、食べたんだよな、アイスは。アイスは食べたんだ。バイクがすごい。セブンのね、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんかミルクのアイスなんだけど、チョコレートがね、コーティングされ、なんかホワイトチョコレートがコーティングされてたやつ食べた。そうですね、ココナさん走り去りましたね。結構低い、低めのトーンだったね。クモのペランゴさん、ありがとうございます。パルも美味しいよね、わかる。今日はなんかすごいこってこての甘いやつ食べたい気分だったから、ホワイトチョコレートにした。あ、アーモンド効果美味しいですよね。ただでもよく飲みますよ。牛乳寒天、あ、わかる、美味しいよね。一時期ハマって食べてたよ。先週はみっちゃんに会いに行くべきだった。あれ、迷ってたんですか。みっちゃん夕飯食べましたか。食べました、ドリア、ドリアと、ドリアとなんかキャベツ食べた。みずきね、あれ飲まないんですよ、レッドブルとか全然飲まない。なんか効果があるのかあんまいまいちよくわからないから飲まない。効果あるんですか、あれって。何の効果があるの、飲んで。みずきはね、冷蔵庫、冷凍庫、飲み物くらい。あのね、家に食べ物を置くとね、本当に食べちゃうから置かないようにしてる。いや、キャベツにドレッシングはかけます、もちろん。かけないと食べれない。うん、ダイエットとか気をつけてる。うん、気を、気はつ、気を、なんて言うんだっけ、気をつけてはいます。
なんかね、30日のそのイベントまでにちょっと絞れたらいいなと思って。でもあんまり食べないってなると倒れちゃってもあれだから、なんかちょっといろいろ。でも自然で痩せそうだな、すごい動いてるから。うん、シャープじゃないよ水木、全然シャープじゃない、本当に痩せたい。うん、もうそれは水木のねファンの方優しいからって言うけど、痩せてるって言うけど全然痩せてないから、本当に本当にやばい。しがるひろさん、ありがとうございます。ね、福井のね全国ツアーすごく楽しみ楽しみ。今日リハしてて絶対楽しいだろうなと思ってた。なんか痩せるっていうか引き締めたい。うん、昼も夜もすごいですね。福井で何食べる？うん、カニ。みっちゃんファンじゃない人も細いなって言って、細くないよ田辺、本当に本当にマジで細くない。水木、水木のファンの方は優しいからそう言うけどね、本当に細くない、本当にやばい、毎回思うもん。痩せなきゃと思うけどね、なかなか難しいんだよね。カニ食べれますよ水木ね、いつもね、あー年末のね大晦日ね結構ね、なんだろう、おばあちゃん家とか行っていとことかと集まってなんかパーティーみたいな感じのことしたんだけどね、その時ねよくカニ食べてた。お腹なっちゃった。カニ美味しいよね。カニパーティーではないんだけど、カニを食べます。綺麗に剥け、うーん、でもね去年食べ、去年、いや食べてないや、去年食べてないや、え今年食べてないかもカニ。お寿司では食べたことあるけど食べてないかもしれない、食べてない疑惑がある。あでもお正月食べたかな。カニはそのまんまじゃない、何、え、カニなんかつけるの。いやカニは爪で剥くものじゃない、ハサミ使わないとね。うん、そう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 。リオクレーターお疲れさん、ありがとうございます。お疲れさん。お疲れさんか。え、わさび、いやカニは何もつけない方がいい。この前いい公演スクランブルお疲れ様でした、見てる、えー、ありがとうございます、それはとても嬉しい。ちょっとそろそろランキング読もうかな。13位ピコポンさん、12位足軽ヒドさん、11位ミノルさん、10位トライさん、9位佐藤マー君さん、8位とっちゃんさん、7位くのしゅうさん、6位ぷっくんさん、5位ぺんぺんさん、長い、7位じゃない、4位長い丸さん、3位よしさん、2位マックス池田なべよしさん、1位よしはるさん、ありがとうございます。あー目が痛いね。やっぱり大晦日ってカニ食べますよね。ちょっと35分まで配信します。
ああ、年越しそば一回だけ食べたことあるけど、でもあの時間食べると太るから、いつもなんかあんま食べようと思わない。一回だけ食べたことある。クリスマスイブに初握手行きます。お待ちしてます。それは年越しそば美味しいよね。食べたことある。美味しい。おそば普通に美味しい。年末くらいね、気にしないで食べれない。だってもうさ、みずきさ、1月2日がさ誕生日なわけなんですよ。でね、まあ大みそかもパーティーがあって食べるじゃないですか。食べる、あとなんだっけ、お正月もおせちとかいろいろ食べる、お餅も食べる、誕生日ケーキ来ますみたいな来ますみたいな、そんなもう食べてばっかり。お正月めっちゃ太るんですよね。そう、お雑煮が美味しいんですよね。そうそう、正月太り、本当になんかいろんなものが重なってるから。みずき、まあ言うてそこまでお餅食べないけど、1個か2個しか食べないけど。ではそろそろちょっと配信を終わりたいと思います。ありがとうございましたありがとうございました。ちょっと明日もちょっとやんなきゃいけないから早めに。ありがとうございました。明日はいい公演です。来てね、来る方はお会いしましょうお会いしましょうよくわかんない。ありがとうございました。バイバーイ。